ウクライナの無人艇国会でロシア艦艇に攻撃ロシア国防省ロシア国防省はロシアの艦艇プリアゾビエが11日国海の南東部でウクライナの無人艇6隻から攻撃を受けたと発表した国防省によればプリアゾビエに被害はなく無人艇は破壊された国防省が SNS に投稿した動画には船の乗員が接近してくる無人艇に砲撃して命中させ 遠くで爆発がが起きてていいるる。様子が捉えられている CNN は国防省の発表や動画の真偽について独自に確認ができていない国防省によればプリアゾビエはガスのパイプラインの状況を監視し安全の確保を行っていたところ無人艇から攻撃を受けた同様の事案は5月24日にも発生していたロシア国営タス通信によればロシア政府はウクライナの無人艇3隻が パイプラインの監視を行っていたロシアの艦艇を攻撃しようとしたと主張した。タス通信によれば無人艇は艦艇の兵器によって破壊された。ウクライナ軍ロシア侵略直後から多連装ロケットシステム600機を破壊、いつでも燃やし尽くします。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。 ウクライナ軍では2022年2月24日にロシア軍に侵攻されてから殺害したロシア軍の兵士の数破壊した戦車戦闘機など兵器の数をほぼ毎日公表しているウクライナ軍によると2022年2月24日から2023年6月10日までにロシア軍の多連装ロケットシステム600機を破壊したロシア軍が一方的にウクライナに侵攻してきてから1年以上がたち ウクライナ軍はロシア軍の輸送車は6400台以上戦車3900台以上歩兵戦闘車7600台以上大砲3700門以上ドローン3200機以上を破壊してきたそのような中で多連装ロケットシステムの600機は他の兵器に比べるととても少ないウクライナ軍は公式 SNS でミサイルや砲弾をウクライナに送ってくれればいつでも燃やし尽くしますとアピールしていた 多連装ロケットシステムはウクライナ軍はミサイルや砲弾などで攻撃して破壊しているロシア軍が侵攻開始した直後にはウクライナ軍はトルコ製のバイラクタル TB2 という大型ドローンを使用していたのでバイラクタル TB2 で多連装ロケットシステムを攻撃して破壊していたカミカゼドローンや小型民生品ドローンからの爆弾投下も行っている爆弾を搭載しただけの小型民生品ドローンが突っ込んでいったり 爆弾を投下するだけでも多連装ロケットシステムを完全に破滅することはできなくても一部分だけでも破壊してダメージを与えることはできる多連装ロケットシステムような高額で強度な兵器を安価なドローンで破壊するのはウクライナ軍にとってもコストパフォーマンスが高く効果的であるバフムト1.4キロ進撃死傷者発生ゼレンスキー大統領大反撃公式化 ウクライナのゼレンスキー大統領がロシア軍に対する反撃と防衛作戦が同時に進行していると10日に明らかにしたこれまで大反撃開始について口を閉ざしてきたウクライナが初めて関連事実を正式に認めたものでロシア軍の占領地の一部でウクライナの奪還作戦が成功しているという分析が出ているロイター通信などによるとゼレンスキー大統領はこの日ウクライナの首都キーウを訪問した カナダのトルドー首相との会談後の共同記者会見でこのように話したロシアのプーチン大統領が前日ウクライナの大反撃が始まったと言及したことと関連した論評を求められ肩をすくめながらこれを認める発言をしたただゼレンスキー大統領は具体的な進攻状況については言葉を控えた彼は作戦がどの段階にあるかは詳しく話さない 私は毎日さまざまな地域の指揮官らと連絡していると説明した続けてウクライナ軍最高首脳部を1人ずつ名指しして作戦の成果に対してみんなが肯定的な雰囲気だプーチンにそのように伝えてほしいと付け加えたプーチン大統領は9日にロシア国営メディアとのインタビューでウクライナが反撃を始めたと確実に話せる ウクライナ軍の戦略物資備蓄量使用分を通じて立証されると話したロシアは4日からウクライナの大攻勢が始まったとみているこの数ヶ月間にウクライナは大反撃を準備していると公言してきたが作戦法案などを理由に開始したかどうかに対しては明確にしてこなかったしかし今月に入りザボリージャ州 ドネツク州ルハンシク州など南東部地域のロシア占領地でウクライナ軍の攻撃が相次いでおり大規模反撃が始まったという分析が相次いでいる特にウクライナ軍は昨年2月のロシア侵攻から最長期間の戦闘の末に先月ロシア軍に奪われた東部バフムトで集中攻戦を繰り広げていると伝えられたウクライナ東部軍司令部報道官は10日に地域放送で 24時間にわたりバフムト周辺で6回にわたり交戦を繰り広げたロシア軍に死傷者が相当数発生し前線のさまざまな方向で最大1 4キロメートルまで進撃したと主張したウクライナ軍はまた南東部地域一帯でこの24時間でロシア軍指揮本部4箇所武器・軍事装備密集地域6箇所弾薬庫3箇所砲兵部隊5箇所などを打撃したと主張した これに対しロシアはウクライナの大反撃が成功できなくなっていると反論しているロシア国防省は9日南部ザボリージャと東部ドネツク地域でウクライナ軍を撃退した1000人以上を射殺し数十台の戦車と装甲車を破壊したと明らかにした現在どちらが優位なのかは明確ではないが A 国防省参加の国防情報局は10日ウクライナが最近48時間に 南東部の複数の地域で重要な作戦を遂行した一部地域でロシア軍の第一防衛線を突破した可能性が大きいと分析したただし、同局は他の地域ではウクライナの進展がさらに遅いところもあったと付け加えた一方、ロシアの民間軍事会社ワグネルグループとロシア国防省間の対立が激化する中でワグネルグループがロシア正規軍の兵士を拉致 拷問しし武器を強たたという疑惑が提起されたガーディアンが11日に伝えたところによるとロシア第72機動小銃旅団元司令官と名乗る人物が最近オンラインに投稿した動画を通じてこのように主張した彼は私と私の旅団はワグネルによって組織的に拉致虐待され時には性暴力にさらされたと明らかにした続けてワグネルが T80 戦車2台と 機関銃4丁トラック1台と気候戦闘車両1台を盗んだと付け加えたこれに対してワグネルグループ創設者のプリコジン氏は完全にデタらめと否認したこれに先立ち元司令官と名乗る人物は先週個人的敵対感を理由にワグネルグループに捕まり尋問を受けたりもしたウクライナ軍が一部の集落を奪還したことは昨夜に報道各局が報じています この記事のあるバフムト周辺も含むのでしょうただ一方で主要な地域メリトポリやマリオポリへの進軍ルートではまだロシア軍の防御体制が固く結果が出ていないようです10月になればまたデーネー期がやってきますあと3ヶ月ちょっとウクライナにはそれまでに多くの領土奪還ができるよう祈っています無責任にウクライナを折るのは良くないみたいなコメントがありますが私は逆だと思う ロシアの占領地域以外で実施したウクライナの世論調査でも8割以上の国民が領土奪還のためのウクライナ軍の戦いを支持しています多くのウクライナ国民が望んでいることを応援しているだけです虐殺や連れ去り国土を蹂躙され大切な家族を守るためにやっていることに家族のことは諦めて停戦しろと他人が言えないそちらの方がむしろ無責任だと思う戦闘の始まりはいつも膠着するものです その膠着状態の中でもウクライナが南部やバフムートで一定の前進を見ているということは今後の展開には明るい展望ですロシアは支えきれなくなって今月末ぐらいには後退局面に移行していくと見ました今のロシアの装備では旧式すぎてウクライナの最新兵器には対応できません初期戦闘で兵隊や残豪など位置が特定されると西側の精度の高い兵器で一網打尽にされます 暫時そのような展開が続く中でロシアの敗色が強くなっていくでしょう。頑張れウクライナ、夜明けは近い。